広大な敷地面積で自由に使えるのです。ここも全部使えるのです。ここも全部。一体車が何台止めれるんでしょうか。すごいです。トイレもあるんです。そしてじゃーん、こんな感じで昨日引き上げたバイクを入れてみたんです。そしてこのすごいバッテリーがあれば、電気もつくことができるんです。うーかっこいい。各部ちょっと見ていきましょうか。まずこのねホイールが特徴的ですね。で、ディスクブレーキのディスクも旧車っぽくていいですね。ウインカーも大きくていいですね。インナーチューブはちょっと錆びてますね、はい、このライトとかねウインカーとかこういうあの昔ながらのこのメーターとかがすごいかっこいいですね。で、距離はですね15,800ですね。15,800走ってます。でタコメーターですね。でインジケーターがここにあります。でチョークは手動ですね。あ、動きますね、はい、各部一応は動きます。ライト、ウインカーとかね、あ、全部一応動きません。全部ね。タンクがちょっとねここが錆びてるんですけど、ここリプロ板入れようかな。でシートギリ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 まあまあみたいな感じですね、はい、なんとか。でね欠品がここなんですね。ここのカバーがないんでここだけ。でキャブがちょっと結構錆びてますね。キャブが錆びてます。キャブはキースターで出るんでキースターでやろうと思ってます。でこれあのシャフトドライブね。シャフトドライブこれ結構チェーンじゃないんでいいんじゃないかな。スペシャルっていうのがねなかなかいいですね。いやキャブのダイヤフラムとかねマニがちょっと心配ですけど、こういうところとかねこういうところとかちょっと心配ですけど。でねこれね木がここに入って突き抜けて、これ見てください。こっから突き抜けてきてたんです。こうやってこうやってね木が突き抜けてきてるっていう。あ、取れた。おお、長年の木取れました。こんな木入ってます。で今回のポイントはこのシート開けたいんですよ。このシート開けたら書類入ってる可能性あると思うんですね。かっこいいわ。この旧車の雰囲気がね何とも言えないです。結構天井も広いんで、はい、なんかいっぱい置けそうです。ただ印象としては大きいなと思いましたけど、バイクを入れるとどうなんだろう。まあ、1,2,3,4,5,6、まあ、10台ぐらい置いたらね、こっちも10台置いたら結構いっぱいになるんかなと思いますね。ただまあ敷地面積が広いんでこれがね邪魔なんですよね。これがなかってもっとフラットやったらこっちもいっぱい置けるんですけど、ある意味これが邪魔というか、そうこれなかったらよかったんけどな。まあこれも残せばね、まああと外に関してはいっぱい置けるんで、あ、まあこっちも全然置けますし、もうずっとあっちもずっと全部使っていいんでね、はい、鹿とかイノシシとか取り放題です。ということでですね、今回は、ここまでの動画になります。まあジャンプスターターつけて、まあ電気が入るかとかねクランキングできるかとかもやろう思ったんですけども、やっぱりあのねこういういきなりやったらやっぱダメなんですよね。ここちゃんとプラグホールからここ清掃してきれいにして、やっぱオイル垂らしてねちゃんとクランキングできるかまずゆっくり確認してとかからやらないとちょっとダメなんで、ちょっと僕このはいどうなるか分からないですけど、ほんと好みのスタイリングなんでちょっとね、はい、できたら、はい、乗りたいなと思ってるんで、まあ無理かもしれないですけどね、ちょっと最善を尽くしたいなと思ってます。カツさんチャンネル、それではまた次回お楽しみに。
ここでバーベキューできるよ。ですよね。ここはね、なかなか開かないんですよ。ここがカチッと開くはずなんですけど、これは開いたんですけどね、錆びてるんかな。